こんにちは、広原香織です。今日はレジストレーションの保存方法についてご紹介します。USB フラッシュメモリを挿入していただいたら、ディスプレイセレクトの中から MDR を押します。そうするとこちらに USB の、ね、印が出てきますので、これを押してください。そうするとここに何も入っていないものが現れてきますので、もう一度押しましょう。そしてユニット編集を押します。そして保存、これだけで OK です。今度はこちらのレコ機能を使います。レコードボタンのここの赤い部分を押しましょう。そして再生をタップします。すると砂時計が回りますので、こちらが0000とタイムが出てきたらストップします。この方法を使うと必ずタイトルの前に音符のマークがつくようになっています。上書きしたいデータを選んでユニット編集を押します。保存を押しますと、上書きしますかと聞いてくるので上書きを選びましょう。これで OK です。こちらをタップしますと、同様に上書きしますかと聞いてきますので上書きを押しましょう。そして再生のボタンを押して、タイムがこのように変われば停止、こちらで OK です。